モーリス・マレシャルは、フランス、ディジョン生まれのチェロ奏者。マレシャルが影響を受けたチェリストパブロ・カザルス1892年10月3日、フランスのディジョンに生まれる。父は、郵便局員、母は、音楽好きの校長であった。6歳よりピアノをはじめ、熱心に練習を重ねたが、間もなく、チェロに転校し、アニュイエ教授に指示するようになった。十歳の頃には、 ディジョン市立劇場の公開演奏会に出演し、聴衆を驚かせた。1907年5月には、カルル・ダビドフの競争曲、第2番で一等賞を獲得して、地元の音楽院を卒業し、パリへと移った。はじめに、ルイフィ・アールに支持し、優秀な成績で、パリ音楽院に入学した後は、チェロ、ジュール・ローブ、室内楽を、ルフェーブル、リロンとオーケストラを、 ポール・デュカスに支持した。また、当時同じくパリに住んでいたチェリストパブロ・カザルスにも大きな影響を受けたとされる。1911年には一等賞を得て卒業し、副主席チェリストとして、コンセール・ラム・ルー管弦楽団に入団した。コンセール・ラム・ルー管弦楽団では、アルトゥール・ニキシュ、フェリックス・ワインガルトナー、リハルト・シュトラウスらの指揮の下で演奏している。しかし、 第一次世界大戦が勃発すると、マレシャルは徴兵され、4年間の軍隊生活を送ることになる。チェロを手にすることのできない戦地において、マレシャルは2人の戦友に頼み、弾薬箱でなんとかチェロのようなものを作ってもらい、負傷兵のための異問演奏を行った。ホッシュ、ペタンといった連合国の将軍たちのサインも刻まれた、この戦時のチェロは、 マレシャル一家によりその後大切に保管され、1969年にパリ音楽院の博物館へと寄贈されている。また、戦時中にはマレシャルと同じくクロード・ドビュッシーを敬愛する作曲家、指揮者のアンドレ・カプレと友情を結んだ。戦争が終結すると、マレシャルはアメリカ人のルイーズ・パーキンスと結婚し、パリに落ち着いた。その後は、 コンセールラムルー管弦楽団、パリ音楽院管弦楽団のソリストとして活躍するようになり、批評形から圧倒的な支持を得た。これ以降活躍の場が広がり、1922年には、尊敬するカザルスが主催するパブロ・カザルス・オーケストラと共演し、コンサートマスターのエンリック・カザルスとブラームスのバイオリンとチェロのための二重競争曲を演奏した。さらに、 同年4月6日には、バイオリニストのエレーヌ・ジュルダンイコール・モル・アンジュと共に、ラベルのバイオリンとチェロのためのソナタの世界初演を行った。なお、本作はマレシャルに検定されている。さらに、友人、アンドレ・カップレのエピファニを初演したところ、指揮者のレオポルド・ストコフスキーに注目され、1926年に彼が指揮するフィラデルフィア管弦楽団と共演して、 アメリカデビューを果たした。これ以来、マレシャルの活動は、ヨーロッパ、アメリカ、東洋へと拡大していき、フランスの第一級のチェリストと目されるようになった。また、ピアニストのアルフレッド・コルトを、バイオリニストのジャック・ティボーによるトリオとしても活躍した。1939年の長期のアメリカツアーが、第二次世界大戦勃発以前の最後の外国演奏旅行となってしまった。 パリが占領されると、マレシャルは、パリを逃れて、故郷のディジョンに行き、そこからマルセイユへと逃れた。家族はアメリカへと避難させたが、マレシャル自身はフランスに泊まり、南フランスの首都市で演奏を行いつつ、ラジオでの演奏も行った。また、1942年には、亡くなったジェラール・エッキングの後を継いで、パリ音楽院の教授となり、亡くなる。 前年の1963年まで務めた。なお、レジスタンス運動に共感した、マレーシャルはドイツでの演奏を拒否し、ドイツ占領下のフランスの都市のラジオ放送にも参加しなかった。戦後は再び、ヨーロッパ全土での活動を展開したが、右腕の病気が悪化したため、活動は制限されるようになった。1950年には、コンセールラムル管弦楽団と最後の共演を、 行い、レジオンドヌール勲章を授けられた。また、1957年には文化勲章が授与された。なお、生涯最後の演奏は1963年、マレシャルのチェロを作成していたマルクラベルトの追悼ミサにおいて行われた。また、晩年には国際チェロコンクールの審査員を務めた。1964年4月19日にパリにて没。 故郷のディジョンに埋葬された。東京で過ごすマレシャル道時代の作品を積極的に演奏しており、ラベルのバイオリンとチェロのためのソナタの世界初演を行ったほか、エルネスト・ブロッホのラプソディアアルトゥール・オネゲルの競争曲なども演奏した。なお、オネゲルの競争曲は1930年2月17日にボストンでマレシャルが世界初演を行っており、 カデンツァ部分はマレシャル自身が作っている。他にも1934年にパリで初演を行ったダリウスミオの競争曲はマレシャルに捧げられている。また演奏旅行で各地を訪れる中で当地の民族音楽に興味を抱くようになり日本の作曲家たちの作品を研究したりアジアの音楽家たちと交流を持ったりした。なお来日した際には 日本のメロディというアルバムを録音している。弟子には、クラタダカ、クリスティーヌ・ワレフスカラがいる。ワレフスカは、マレシャルから、自分の感じるままに弾きなさい。たとえ、ピアノと書いてあるパッセージでもフォルテで弾きたいと思ったら、ためらわず自分の直感の命じるままに弾きなさい。演奏している音楽に完全に身を委ねて、自由な気持ちで弾きなさいと言われたと回想している。また、 1962年に開催された第2回、チャイコフスキー国際コンクールでは、審査委員長、ムスティスラフ・ロストロポービチ、グレゴール・ピアティゴルスキー、ガスパール・カサド、ピエール・フルニエ、スビアトスラフ・クヌシェビツキー、ダニール・シャフランラと共に、チェロ部門の審査員を務めた。クラスでは、チェリストのポール・トルトゥリエが作曲した作品を取り上げることもあり、トルトゥリエ自身を招いて、 指導を頼むこともあった。なお、トルトリエはこのクラスで、後の配偶者となるチェリストのモードマルタンと出会った、ポールトルトリエにチェロを教えたルイフィアールは、より温かい演奏をするよう生徒に指導する際に、しばしば、マレシャルの名前を出した。ABCDEFGH ベッキ、183ページ。ABCD キャンベル、235ページ。 abcdefghijk 別記、184ページ abcdefgh 音楽の友社編名演奏家辞典995ページ井上238ページ abcd キャンベル236ページ abcdefgh 別記、185ページカウリング202ページ abcdef 別記。 186ページ。モーリス・マレシャル、ヒストリカルシリーズ、モーリス・マレシャル日本録音集、グラナドス、アンダルーサ、フランクール、ラルゴとアレグロ、ほか、クリストファー・エヌ、野沢監修。タワードット・ .jp。2021年1月30日閲覧。大原、161ページ。ウィルソン、203ページ。AB、トルトリエ、ブルーム、100ページ。 トルトゥリエ、ブルーム、103ページ。トルトゥリエ、ブルーム、51ページ。トルトゥリエ、ブルーム、54ページ。ありがとうございます。